はい。こんにちは。長田薫です。えっと、今日は結構もう雑談です。あの、ものを何か紹介する。うーんと、あの、なんかまだイヤホンとかスマホとか、まあ、そのアクセサリー類を紹介するみたいなことは今日はしないですね。えっと、最近やっと PS4 購入しまして、やっとですよ。<laughs> あれ PS4 って出たのって2013年ぐらいかなだいぶ経ってるんですね、うん、PS4 をやっと買ってで連休中とか、まあ、土日とかを使ってえっとこれですね「ファイナルファンタジー15」をやって、まあ、クリアしたんですとりあえずクリアしました、まあ、結構面白くて FF1313 よりも全然面白かったなっていうのは個人的には思っているところですねまあ,あのいろんなあの意見があるんだろうとは思うんですけどあの相変わらずあの15もあの根崩れしたわけだし、まあ、いろんな考え方の人がいるからの結果なんだろうなって思ってますけど個人的にはすごく楽しめたなっていうふうには思ってます。 ただなんかもうモヤモヤしたものは抜けないなっていう、えー、新しい、まあ、ストーリーみたいなのが出てくるんだけども、まあ、それでももう2年ぐらい経ってるんで、まあ、本編のことだけをちょっと感想を言いますとだいぶ重い話を作ったなっていうふうには個人的には思っていてですね誰も幸せにならねえと思ったんですよ <laughs> まあそういう RPG もちょっと珍しいなと思ったんですけどまあ世界は平和になったけども。 主人公なりその界隈幸せになんねえっていうなかなか、まあ、幸せになんないって言ったらちょっとこう1か0かははっきりしすぎなんですけどもちろんその最後に残された人たちはあのー、まあねその世界が平和になったというか世界に光がまた、えー、降りてきて。 でそのまあその,後のまあ復興作業とかも含めてですけどもまた新たな、えー、やっていかなきゃいけないなっていう感じの <laughs> ところだと思うんですけども、まあ、そういう意味では世界がこう救われてまあ平和になってよかったねっていうところではあるんですけどただその,その主人公界隈もそうだし、まあ、今回その最後の最後の敵になったものもそうなんですけども。 もののすごい不幸の連鎖なんですよよくもこんな重い話を書いたなと思って個人的にはそのクリアしてその重厚感というか重い空気みたいなものを感じつつあやっと終わったかっていう感じでのこうあクリアしたっていう感じでしたね。あやっっっっ幸せになててよかったねっていう終わり こう晴れた気持ちではなくなったんでそこらへんちょっとどうにかならなかったのかなと思うんですけど、ねでまあただこうそうねあのやっぱりこう昔のね RPG っていうとあのこう主人公もしくは勇者がこう、まあ、最終的には魔王みたいなものを倒すんですけどそ,のそ,れにそこに行くまでにいろいろこう行くじゃないですかその街とか。 そういういところ行ってでそこに行くとまあ一つこうちっちゃな問題があってでそれを解決して次に行くみたいな、まあ、結果的にその主人公、えー、ないしその勇者のこの道筋は通ったところは幸せになっていって最終的に魔王も倒してはい世界的にも幸せねハッピーエンドみたいな感じのものがまあ昔の。 rpg だったと思うんですけどそれとはもう全く違うんだなっていう感じですねあのドラクエ11の方はあのもう youtube の実況をまああの個人的にすごくこう気に入っているあのルナ坊さんのねあの実況動画を見てストーリーはもう知ってるんですけどあれもあの まあまあまあ,あの別の世界に行くにしてもとりあえず自分の世界での仲間はなくなっちゃったりとかねするメンバーがいたりするわけですよいやー最近の何ですか RPG はそういうのが流行りなんですかね「完璧な幸せはない」っていうちょっとこうあのー、アニメもさ今のアニメもさそういうところがあるじゃないですか。あのー 昔のね、昔のなんつうんだろうなもちろん死んじゃうものあったけどね「ドラゴンボール」でクリリン死んじゃうとかさ「天津飯やむちゃ」みんな界隈死んじゃったりとか、ね、ベジータもそうですけど死んじゃって悟空自身も死んじゃってたりもしますけど何だろうなその思いじゃないですか最近の、あのー、アニメって漫画っていうのかなアニメっていうのか、まあ、元は元のノベルって っていいうものもものあるかもしれないですけど、例えばあのー、すごい昔の窓馬着しかり、えー、SAO しかりちょっとこう重さがあるじゃないですか、まあ、他にもあるんだろうけどあんまり俺あのー、こう仕事とかでちょっと関わらないかりあんまり見ないので、あのー、詳しくないんでちょっとこうエセ感を出して申し訳ないんだけどもなんかそういうものが RPG っていうかそのゲームの方にも来てんのかなっていうのをちょっと感じたところですね。 いやちょっとね、これ、あの、2019年のダウンロードコンテンツが、ハッピーエンドというか、ちょっとまた別のバージョンのエンディングになるんじゃねえか説のやつがあるみたいなんですけど、いや、本当に、あの、これ、ハッピーエンドのものがあの、すごく見たいですね。一応、あの、その、死後の世界というか、幻の世界というか、そこでは、幸せにはなってるんですけど、結局、あの、皆さん亡くなっちゃってるんで <laughs>、なんかその、 ちゃんとしたこう幸せというかもう王道 RPG のあるべき幸せってこうだよねっていうものをちょっと見たいなと思いますねであとダウンロードコンテンツっていうのはまだ何も俺ちょっとダウンロードしてないんですよなのであの主人公界隈の人たちイグニスとかプロンプトとかグラディオスのグラディオラスの あのー、そのエピソードみたいなものやってないので、まあ、今後ちょっとそこもやりつつっていう感じですかねやりつつその2019年の新しいエピソード「オルナ・フレーナ」のものとかあとは何だっけあ「アーデン」か「アーデン」の「アーデン」もかわいそうな男ですけどね。本当に、あのー 最初は善意でやってたことをっていうすごくこうまあ今のこの世の中にもありそうなことですよね。良かれと思ってやってたことがなんか叩かれちゃってみたいな。うん、なかなかあれもあれでこうなんだろうなこう気持ちを入れると辛いところが分かる。そそれもそれもで 重くなってしまう感じのところであるんですけどな,、まあ、なのでなんかめちゃめちゃハッピーっていう話じゃないところがちょっと面白かったんですけど逆にまあそのハッピーじゃないからこそ面白かったところはもちろんあるんだけども逆にもうちょっとハッピーもやっぱ見たいなっていう思いもあるのがこの FF15 だったなと思います。で、えっと、今ねトロフィーももうちょっとでコンプリートなんですよ。 「あのファントムソード」13本揃えるのと「レガリア」のタイプ F を乗るっていうのと「召喚獣を呼ぶっていうのとあと「ノクティス」の「釣りスキル」「グラディオ」の「サバイバル」「イグニス」の「料理」この6個あと6個かなあと6個であの一応本編のトロフィーはコンプリートというところなんでちょっとそこを目指しつつ 飽きたら、まだちょっとモブハントとか、そういうのでやってない部分もあるので、まあそこは全然トロフィー関係ないみたいなんですけど、そこもやっていきつつの、まあもうちょっとこう、他にしっかりこう、飽き始めたら、<laughs> もっと飽き始めたら、さすがに飽き始めたら、 そのエピソードイグニスであったりグラディオ、えー、プロンプトのねその3人のダウンロードコンテンツを買ってやろうかなっていう風うに思ってますけどもなかなか楽しめたなと思いますよ結構おすすめですね本当にこれは FF15 久しぶりのおすすめ FF になったなと思いますね、うん、てか早く FF7 のリメイクのやつ出してほしいんだけどな <laughs> あれなんかだってディスク分けるって言っててあのちょん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 って出してくよっていう話だったんですけどあれ最初の話からすっげえ時間経ってるけど全然出ないですね最初なんか2017年とかって話だったような気がするんだけどまあまあそれは勝手にそのファンが言ってただけであってあの発売日の発表っていうのは全然なかったと思うんですけど2019年とかに出るのかな でその次2020年までに出る F うん ?2020 年までに出るその PS6 ぐらいで、えー、発売ぐらいに FF16 の多分発表をしてのまた多分23年経ってから発売みたいな感じなんですかね。うん どううしようかなあのもちろんこの FF15 の,のダウンロードコンテンツをやっていくつもりではいるんですけどちょっとなんかあの俺よりも多分もっと前から PS4 を持ってると思うんでおめのアクション系のゲームとかだとあんまりこうあのちょこちょこやっていくというかその自分のねそのゲームスキルを上げてってうまくなってやっていくっていうパターンって社会人にはきついので。 RPG みたいにね、あのー、うまくなくてもこうレベル上げていけばこうどんどん攻略できていくみたいな感じの方が、あのー、社会人に合ってると思うのでなんかちょっと RPG 系でこれおすすめですよというものがあったら、あのー、ちょっと教えていただきたいですねあのコメント欄で「これ面白かったですよ」みたいなとか「これ人気あるみたいですよ」とか、まあ、そういうのでいいんで。 まああの順々にやっていこうかなと思いますねゲーム実況に関しては気が向いたらやろうと思いますなんか PS4 さえあればできるっぽいんで、まあ、あとはマイクかマイクがあればっていうところなんですけど気が向いたらやりますなんか普通に、ね、PS4 だけで録画して、まあ、そこに音を入れちゃえば実況なんで完成しちゃうよっていうところっていうのは調べてはあるんでいつでもできる体制ではあるんですけど まあそんな感じですね。あ,あ、ニーアオートマタとか、あれも RPG に入るのかなあれもすごく人気だったと思うんですけど。まあそんな感じです。ちょっとあの、おすすめの,あのソフトがね、あれば教えていただければなと思います。っていうことで、完全なるね、なんかいつもと全然違うこのゲームの感想の話になっちゃいましたけど、また見てな。バイバイ。